著作者手術中、打者走者、勝者走者一走、左折専用車線、左折して洗車、肩硬かったから買った肩たたき、あ、買った肩たたき機、買った肩たたき機、買った肩たたき機、ある日の昼にニヒルな昼が昼にひるんだ、豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶった豚をぶったぶった豚とぶたれた豚がぶった折れた。この中から自分がいけそうな早口言葉を選んでもらったらドキドキルーレットでキャラクターを決定、あの魔のルーレットですね。あ、私このルーレット知ってるぞで、蘇り記憶がね、はい、そしたらそちらのブースでに移動していただき、ちゃんとしたブースがございます、はい、で、そのキャラクターの声で早口言葉に挑戦、噛んでしまったらお席に戻ってもらってリベンジ、見事成功した人から今日の撮影は終了でございます。おー、ちなみにキャラクターは少年、美少女、ロボット、魔王、お姉、おばあちゃんがございます。おばあちゃん絶対いいじゃん。でもおばあちゃんでは早口言葉だよ、うん、え、ちょっとゆっくりじゃダメなの？だってさっきジャズでしって言ってたからちょっとゆっくりだと指摘されるよ。ダメなんや。じゃあちょっと軽く目閉じて、ちょっと練習中やりますか。はい、私いけるんだけど。あ、ほんと、うん、もう大丈夫、いけます。あ、大丈夫ですか。じゃあ早速じゃあいっちゃいますか。はい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 、そうだよね、はい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 、じゃあじゃんけんです。最初じゃんけんぽい。最初グッジャグポイ。あじゃあ最初ふーちゃん、はい、行ってきます。いってらっしゃい。やばい、取られるかもしれない。やばい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 。でもさ、キャラクターなんか意外とさ、感じて読んだ方が読みやすい。じゃあ、タップでスタート。こっち、お、うわ、完全ランダムじゃん。止めます。はい、えい、ドキ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 、何が出るのかな。やりやすいの来い。
美少女です。美少女いいなぁ、いやぁ、いいなぁ。じゃあいきますよ、はい、では7番でやります。7、やっぱりいいかな。取られました。分からん、これで買う可能性もあるし、よし、じゃあ早口言葉スターチャレンジお願いします。いきます。ある日の昼にニヒルなアヒルが昼にひるんだ。これは成功、やったー、イエーイ、これはやったー。ちょっとね、アヒルは生、アヒル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 って言ってた。アヒル、アヒル、アヒル。あー、ここにですね、ちょっと他の審査員の方々がちょっと、はい、はい、声優たるものイントネーションも大事だと思います。なに、じゃあちょっと惜しかったけど、自分も間違えたら本当面白いけどな、これ。ルーレット、はい、スタート。えい、何かな、何かな。おねえ、こいつがむずいよね。だって私女の子だもん。7番で、7番で、はい、では、早口言葉チャレンジスタート。ある日の昼にニヒルなアヒルが昼にひるんだ。どんな気がそうだね、再チャレンジ。なんかでも言えそうな感じだったけど、その私いきます。どうしよう、なんかずっとみんな7番だ、ね、いやこれ本当にね、厳しいよジャッジ。逆にこれ難しいのやっちゃうかな。ではルーレットいきます。はい、スタート。美少女です。おお、美少女ね。じゃあ1番、1番、1番にします私。じゃあそれでは前田さん準備はよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ1番は美少女で3219。マサチューセッツ州でセッツセシュー。今の早くて、今のちょっと両方、じゃあセッツじゃなかったってことかな。はい、あ、うん、なるほど。どうする、もうちょっと早めバージョンでいきますか、それともやり直して、やり直して、はい、かおりん帰ってきて、おいでおいで。普通に番組とかやってて早口にむしろならないようにするもんだからさ。そう、意外とね、早口言葉ってね、こういうバラエティーでしかやんないの。よくやらされてんだね。じゃあ、チャレンジでカリンちゃんいきましょう。いってきます。これどんどん選択肢が狭まっていくね。あとね、やっぱキャラクターが難しいね。わかる、おねえとかもわからんもん。じゃあ、行きたいと思います。はい、美少女。お、お、すごい、美少女って美少女しか出てない。なんで私だけお姉なの。選ばれし、選ばれし、やばい、ドキドキしてきた。じゃあ、私、8番。おー、長いやつだ。ね、緊張するね、ここ緊張するの。美少女声でチャレンジお願いします。お願いします。豚が豚をぶったらぶたれた、豚がぶった豚をぶったらぶった豚とぶたれた豚がぶっ倒れた。うん、これは意味があるじゃないか。これは合格。まさかの一抜け。選択肢8番のね、8番が持ってきました。ありがとうございました。かりんさん、嬉しい。かりんさん帰宅でございます。帰宅です。バイバイ。次、じゃあ次行きたい人。バイバイ。あ、じゃあ最後最初はグッジャンケンパイ。あじゃあ私はジャンケン強くない。強い。カタ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 カ
おねえがおばあちゃん以外であってほしいな。美少女これはもう私は早く帰りたいので、うん、7です。うわ7、確実に取りに行く、確実に取りに行きます。やばい。ではチャレンジお願いします。ある日の昼にニヒルなアヒルがヒルにヒルんだ。お、これはいいんじゃないでしょうか。合格、やったやった、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はこれから帰って琥珀にご飯をあげます。お疲れ様でした。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やったー、ちょっと待ってよ。魔王なんですけど新しいの出た魔王なんですけど新しいの出た。このスマホ呪われとんかじゃあ私5番でいきます。私しかいないんだ。そう。私しかいないんだ。じゃあ魔王で前田香織さん、はい、お願いします。砂鉄専用車線、砂鉄車線。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。